国際連合食糧農業機関は、飢餓の撲滅を世界の食料生産と分配の改善と生活向上を通して達成するのを目的とする国際連合の専門機関の一つである国連食糧農業機関ともいう。主にその活動は先進国と発展途上国の両方で行われ国際的な農業水産林業に関する政策、提言及び協議をする際に各国が公平に 話し合えるプラットフォームとしての役割も果たしている。国際連合食料農業機関、FAO の予算は一般予算と任意拠出金によって構成されており2018から2019年度の合計予算額は25.7億ドルである。その内訳は加盟国からの分担金によって賄われる。 一般予算が10億564万ドルであり、一方の任意拠出金は15億6437万ドルとなっている。日本はアメリカに次いで世界第2位の分担金拠出国である。総会は FAO の最高意思決定機関であり、通常2年に一度開催される。政策決定や予算の承認を議決し、事務局長の選出も行われる。 総会で選出された49カ国の理事国によって構成され、FAO の実質的な運営機関として機能している。また、理事会の下には以下の8つの常設委員会が設けられている。計画委員会プログラムコミッティ、財政委員会ファイナンスコミッティ、検証法務委員会コミッティオンコンスティチューショナル、アンドリーガルマターズ農業委員会コミッティ、オンアグリ商品、 問題委員会コミッティオンコモディティプロブレムズ、水産委員会コミッティオンフィッシャース、林業委員会コミッティオンフォレストリ世界食料、安全保障委員会コミッティー、オンワールドフードセキュリティ本部をローマに置き、5つの本部組織が設置されている。本部以外には、5つの地域事務所、6つの連絡事務所、10の地域支所、85の国別事務所などが、世界各地にある。 歴代の事務局長ローマの FAO 本部、当初ワシントン DC に置かれていた本部は1951年にローマへと移転された。ローマにある FAO 本部は8階建てで、以前は旧イタリア植民地省として利用されていた建物である。建築制限のあるローマでは数少ない高層建築でもある。北米連絡事務所 FAO は創設以来不定期に 世界食糧調査を実施してきた。アジアでも威を古い世界的に蔓延している鳥インフルエンザ感染の対策、予防に関して2005年11月29日に勧告を出した。鳥インフルエンザの予防措置としてベトナムのホーチミン市など一部の感染国が行っている都市での野鳥の駆除は課金への感染防止活動への注意をそらすもので都市の内外に生息している野鳥は 鳥インフルエンザの媒介となっている、湿地帯の水鳥とは異なった種類であり、鳥インフルエンザの人間への感染予防にはほとんど意味がないので中止し、課金の間のウイルス感染を規制することが重要であると勧告した。2010年5月20日、宮崎の高帝液被害に専門家チームの派遣を日本政府に提案したが、受け入れられなかったことについての報道があった。 ありがとうございます。